崎チャンネルじゃん木曜日です総チェックはい。ということで、ちょっと今回ですね、まあ、前回もね、ちょっと分割して撮ったっていうのはありますけども、えー、佐々木とスタッフの、えー、編集と撮影の労力をちょっとでも楽にするように、まぁ、あ、楽になってるのかどうかっていうのはわかりませんけどもね、ちょっと今回はですね、ちょっと思考を変えてですね、今日木曜日に火水2連戦の総チェック。金曜日に試合開始までにはね、 え、木曜日の試合の総チェックという形で、このカー水木の総チェック3連戦をちょっと2つに分けて、今回はですね、ちょっと出してみようかなと思います。今後もね、このやり方がうまく、 いけば、このやり方に変更するかもわかりませんので。まあ、それであとはね、ちょっとあの、木曜日っていうところのね、撮影できるできないもあるんで、そこら辺はちょっと臨機応変に、今までのように、金曜日のね、試合始まるまで、カー水木の3連戦総チェックを出すという形にもなりますし、今回みたいにね、木曜日にカー水の2連戦、そして、金曜日に木曜日の一戦のね、総チェックを出していくっていうところをね、ちょっと試しにやってみたいと思いますので、 皆さんね親って思うかも分かりませんけどもね、えー、そこら辺はまあこのね2日連続ね楽しみながら3年生をねチェックしてもらいたいと思いますさあということでまずはセリーグから、えー、ヤクルト代表陣、えー、16日静岡で行われた、えー、試合8対9でジャイアンツの勝利そして17日、えー、4対5でジャイアンツの勝利ということでランダ戦になってますけどもここまでねジャイアンツが2連勝で来ていますけども 静岡ね、佐々木日本放送の解説で言ってましたけども、えー、ヤクルト先発吉村と、えー、3回67球、9安打33し、無四球4失点と、ちょっとストライクボールがはっきりしすぎて、あの、もう初回からだけども、もうボールはボール、で、ストライクはね、ほぼどの真ん中高めっていうところで、請球全くしきれてないなっていうね、まあ、フォアボール出してね、あの、自分から崩れていくっていうところはなかったですけども、 ほぼ真ん中に集まってたんで、さすがにこれは水をしてくれないぞっていうところで、まあ、今季一番ね、請求力悪かったんじゃないのかなと、若干体が横回りしてるんじゃないのかなっていうね、縦軸じゃなくてちょっと横軸になってるのが、ちょっと気になるところでありますね。巨人先発とこ、5回3分の2、1四4球、5安で五5三振、振三四球、5失点と、まあ、前回ね、143球完投したっていうところで、ちょっと体力回復しきれなかったかっていうところはありますけども、初回3回で2点2点、4対0になった時点は、 いや、これはもう、戸郷が投げてるっていうことで安心感あるなと。これはまあね、あの、早めの決着になって、え、戸郷がると何回まで投げるかなっていうところが期待されてる中で、6回で、ね、まあ5回か、あの、途中から、ちょっとバテてきたか、求球乱すっていうところもあってね、6回も請求球乱しながら、まあ5回3分の2でね、え、交代することになったけども、まあね、ジャイアンツはね、えー、初回。 先頭のね、吉川がほぼど真ん中のストレート、えー、戦隊横ね、えー、宇宙右中間を抜け、抜ける、えー、ツーベース。で、丸三振でね、坂本アウトになるけども、このツーアウト三塁からね、岡本、変化球カーブかスライダーだと思うんだけども、高めに抜けてきたところをね、詰まりながらも、セカンドの後ろにね、ポトッて落ちるヒットっていうところで、ここは高いからね、もうちょっと行く前押されてたらね、打ち取れたっていうところはあるけども、で、ここで1点。で、この1点で終わらないんでね、で、続いて大城がレフト前ヒット。で、秋広がね、タイムリーヒットっていう形で、ね、コンパクトに振り抜いセンター前ね。 ここで2アウトから2点取るっていうところは非常に大きかったし。で、3回の表もね、1アウトから岡本がね、えー、真ん中はものストレート、えー、左中間へね、えー、ホームラン。で、またこれ1点で終われないでね。で、次、大城の2ベース。で、秋ほどまだ詰まりながらもセンター前。で、ブリンソンがね、犠牲フライっていう形でこう2点取って。ま、あこう楽な展開だなと思ったけどね。あとまあね、ここ3回ね、ホームランを打たれてからの大城の2ベース、センター。塩見ね、グラブのここに当たってるからね、土手。 これは白身クラスのね、能力がある選手だったらやっぱあれは取らなきゃいけなかったね。取れなくて仕方ないっていうのは土手だからね、先だったわけだけど土手だからね。あれはちょっと取らなきゃいけなかったなっていうね、えー、ところはありますね。で、あとはね、全体的になんだけども、この試合ね、特に巨人打線左バッター、アウトコースを逆方向っていうところがめちゃくちゃ多かったんだよね。 だから、レフト線を抜けるっていうところもね、結構いい球投げてても、レフト線抜けるっていうところがあったんでね、ここら辺はちょっとインコースが使わなさすぎたんじゃないのかなっていうところはね、若干狙われたなっていうところはあるけども、まあこれね、後でまた説明しますけども。でね、4対0になってから、3回裏ね、ヤクルトは先頭長岡がね、ツーベース。で、ここがね、なんとか追い込まれて、なんとか進塁だってめちゃくちゃ気持ち出てて、あの姿勢いいね。 で、ランナー3塁になって、まあ4対0だからね、内野守備人後ろに下がってるところ、ピッチャーームのところにね、代打、えー、沢井、セカンドロゴンに1点というね、プロ発案打点ね。タイムリーが良かったけど、こういうのも打点だから。で、1点取って、えー、4対1。で、5回裏ね、先頭サンダヤクルトサンタラがね、ツーベース。で、オスがフォアボール。で、長岡三振。ね、ここバンドするかなと思ったけどね、三振。で、川端、代打ね、なんとレフトポール際。ね、打った瞬間飛距離はケ、OK、ーだなと思ったけど、巻くファールかどうかってことねポールマイドホームラン。 カーブだ。グッドホームだ。で、これで同点。おいおいおいと、大変なことになったぞっていうところで、6回のてね、えー、2アウトから、吉川がね、レフト前ヒット。で、丸がレフトにね、タイムリーツーベース。この丸のところもね、ピッチャー大西に代わって、アウトコースいいとこ行ってんだけども、やっぱちょっとインコース使わなさすぎたかなっていうね。で、この1点もね、大きかったけども、で、6回裏ね、先頭山田がツーベース。で、村上さんとのアウトになるけども、オスナがね、あの、鍵屋の、ピッチャーね、ころから鍵屋に代わって、 アウトコース,スライダーね、結構いいとこだったんだよ。それをね、ポーンとバッと投げ出す形でね、軽出してセンター前タイムリーっていうところで押した。こういう気温さもあるね。で、五対五になってどうなるんやーって言ったところで、持っ表ね、ピッチャーやコルと大西から石合に変わって、先頭岡本フォアボール。これ痛かったね。で、続いて大島がレフトにツーベース。これもアウトコースいいところ。ノーアウトに三塁から、秋色がね、センターへタイムリーツーベースっていうところで、こう二点取ってね。で、ここもね、キャッチャーね、あの、から内山に変わって、内山はね、 インコースのサイン出してんのよ。で、7回この石山の時も、インコースのサイン出してんだけども、それがね、全部逆玉になって打たれるっていうね。で、その後ね、ブリンソンフォアボール。で、えー、角脇送りバンドを決めて、こう、ピッチャーグレードに変わってね。で、誰体梶谷、えに、ー、初球をね、打ち上げフライ。あー、もったいないなーっていうところで、ね、吉川が、ね、このまた、世帯をこうね、宇宙間を抜けるタイムリーツーベースで、で、4点 K 取るんだけども、この吉川の時も、インコース構えてんだよ。 内ち山はね。でもそれが逆球になってアウトコースいってそれを打たれるっていうところと、王勝に打たれたところもね、アウトコースっていうね。だからそこ投げきれないピッチャーもね、どうなのやっていうところもあるけどもね。ちょっとアウトコース偏りすぎてそこを狙う打ちされたなっていうね。で、これでもうね、9対5になるわけ。もうこれは勝ったなと思ったらね、これがジャイアンツの苦しいところ、リリーフがまとまんない。まあだからね、あの、ケース続きを取ってきたっていうのはあるけどもね、ピッチャー鍵谷から変なに変わってえ、先頭代だね、浜田。 これね、放送で見たけど、これ浜田のヒットでね、俺、俺、まだこれなんかあるなって思ったっていうね。で、内山がセンター前ヒット。で、ノーアウト1、塁からね、ピッチャー田中豊樹に変わるんだけども、これもまたね、ジャイアンツの投資記号が変わったら打たれるっていうね、先ほども、東方からね、鍵屋に変わって、鍵屋がオスナに打たれる。もうこれ結果論なんだけどね。で、ここで、ね、平内から田中豊樹に変わって、田中豊樹が塩見にレフトへね、スリーランホームランを打たれるっていうね、この時の原監督のマウンドに行った時の行走。やばいね。 ぶちゲられてるね、兵内はね。で、9対8になって、まあ、どうなんのかなっていうね。ところで、まあ、一番のね、大きかったのは、ワンアウト1塁になって、村上の時からね、田中投樹に変わって、えー、高梨。でね、えー、村上三振三7三振っていうね、この高梨のリリーフ。グッドリリーフ。これが試合をね、決めたっていうぐらいね、いい形のリリーフだったなと。で、この試合もね、巨人はね、4番岡本ね、ホームランを含む4打数、2安打、2打点っていうね、タイムリーも打ってなんだけども、こう村上がね、 5打数ノーヒットでチャンスに三振っていうね、ちょっとこのね、両チームの4番のね、明暗がね、特にこの試合に関しては分かれたかなっていうところと、もう最後はね、やっぱりこのね、ヤクルト9回裏ね、ワンアウトから山田がフォアボールで、ここダイソーね、えー、山崎が出てきて、なんと、2エンド2から盗塁失敗、アウトキャッチャー大城、ナイススローね、だからこの2エンド2だから、 あの、まあ、打つなと思う。もしくは変化球低めになったら盗塁できるっていうところの盗塁の降参かもわかんないけども、楽々アウトだからね。これはキャッチャー大城がね、素晴らしかったっていうのもあるけども、楽々アウトっていうのはね、どうなんやっていうね。で、その後村上が三振してゲームセットっていうところではね。まあ、あの、最後はね、高梨大城っていうところがね、頑張ったかなっていうね、えー、試合展開に見えました。あとあの、2回、巨人ね、あの、柔失敗。バッター坂本、えー、サードランナー門脇ね、2回。 あの、ピッチャーカットで挟まれたんだけど、あの、ピッチャーカットで三塁ランナー飛び出すっていうね、あの、俺初めて見たかもしんない。っていうか、久しぶりで見た。だから多分二回でね、バッター坂本、もちろんこういう時だからこそね、重刀って成功しやすい。あると思わないじゃんね。しかも多分巨人も、まさか一三塁からピッチャーカットすると思ってないよね。そんな早い段階から。だから全部が複雑にね、相まみ合って、ヤクルトのね、戦略勝ちっていうね。この、 重刀も、なんかいろいろ深いからね、面白かったです。えー、続いて、えー、11日4対5で巨人というところでね、巨人先発山崎より、7回117球、5安打七三振一四球1デットボール1失点と、まあ、両コースね、ツーシームシュートで、スライダーというところがね、まあ、持ち前の、えー、両コース幅を利かしたピッチングね、非常に良かったと思います。特にね、アウトコースのね、スライダー、これビギリ関係なく、これはね、特に精度がね、えー、素晴らしかったと思います。ヤクルト先発一川ね、4回3分の2、83球、6安打二三2二4球、1五5失点と、まあ、今季初先発というところでね、本人はね、ストライク 先行で勝負できたから良かったけども、要所でね、甘くなっちゃったっていうところね、言ってましたけど、まあその通りかなっていうね、あとはまた本人がね、そこら辺修正してどこまで頑張れるかっていうところが勝負だと思います。で、巨人はね、打線がチャンスを着実にものにっていうところで、この日ね、チーム6アンダー、そこで5得点はね、最高の展開だったと思います。 初回ね、先頭吉川が調子いいね、え、ツーベース打って、丸がね、えー、先生タイムリー。その後ね、坂本岡本大城とね、3連続凡退、2アウト2塁から、もう1点ね、取りたかったところではありますけども、いい形で先生。で、4回表もね、先頭岡本デッドボール。で、大城ライト前ヒット。焼き色がね、なんと、軽打ばっかりかと思ったら、ライトスタンドよ、ホームラン。ね、で、4対1、4対0。で、5回表、先頭ね、吉川ヒット。 で、丸のところでね、市川県政悪送球。で、ノーアウト二塁になって、丸がセカンドラインや、セカンドフライでアウトになるけども、ね、また坂本のとこで、ボート。バッティレイラオイ。ね。で、岡本が最後タイムリーツーベースで、ね。相手のミスも含めて着実を点にして、まあ、5対0で、ね。ま、あこのままね、すんなり行くかと思ったら、このね、 あの、両チーム、このまますんなりいかないのがね、え、ヤクルト巨人戦ね、前回もね、ルーツベルトゲーム2回っていうところでね、ヤクルトはね、え、7回裏、2アウトからね、長岡2ベース、内山ね、ライトへタイムリーヒットっていうところで1点返して、で、8回裏、ね、え、ピッチャー山崎由利から中川に変わって、え、今季ね、え、育成からね、復帰して、え、初1軍っていうところで、先頭塩見にホームラン、で、青木レフト前ヒット、で、山田がね、センターへタイムリーツーベースっていうところでね、 2点目を取るわけだけども、こっからね、ノーアウト2塁から村上ショートフライ。で、サンタナがね、えー、時にピッチャー中川から三谷に代わってフォアボール。で、このね、オスナが、えー、543ダブルプレイっていうね、ここで追加点取れなかったのがね、痛いね。あと、このオスナをね、543ダブルプレイね、3塁線かなりね、深い際どいとこだったけども、サード、和田からセカンド。で、ファーストダブルプレイ。これはめっちゃ素晴らしいね。あの、ダブルプレイだったと思あと、チャンスもね、あの、潰したっていうところもあるし、ジャイアンツ的にも、 えー、大きかったらヤクルトはここでもう1点取ってればねで9回ね体勢から大勢もちょっと失点するね内山がねレフトへホームランを打ったっていうところでね1点差に追いついたっていうことを考えればねやっぱこのね2回のやっぱ村上ねサンタのオスナで1点もう1点取れなかったっていうところがね え、若干苦しかったかな。だから、まあ、こうね、やっぱ、村上の副長ないとヤクルトはね、このランダー戦と勝ちきれないなっていうところと、巨人はやっぱりね、この7、8、9でね、この試合も5失点、あ、4失点っていうところでね、これやっぱリリーバーの苦労がね、やっぱケース好きのトレードにね、やっぱかかってくるなっていうところは特にね、印象的でした。あとね、9回最後、ね、大勢がクイックボーション入んだよここ、ね、こう確かに、ほぼ止まらないでね、ほぼ止まらないで言って投げて、で、青木がショートゴールで終わってね、お、止まってないぞっていうんだけども、あれはね、終わってから取ってくれないから、 その前からね、ポーチャーとかが審判に、ちょっと、あの、ピッチャークイック早いんで、ちょっと気にしてみといてくださいねっていうね、コミュニケーション取っとかなきゃいけないんだよ。そしたら、審判も、いつもより集中してみるからね。見てるんだけど、いつもよりより集中してね、急にパワーって言ったらね、ボークもなかなかね、これタイミングがあるからね、あれはね、確かに早かった。早かったけども、終わってから取ってくれた前々からの準備、コミュニケーションが大事です。はい。何においてもね。ということでね、火曜水曜ね、2連勝で巨人の勝利になりましたけども、ね、勝ち越し。 今日どうなるのかっていうところはありますけど、乱打戦っていうね、ちょっとバタついてるし、ヤクルトはね、この2戦連続劣勢からスタートしてるからね、先制していけばっていうところもあるんでね、ちょっと試合展開がね、大きくフリーの方に傾いてるなっていう。あと巨人打線も含めてね。 結構好調。ヤクルトは村上次第かなっていうね、2連戦に見えました。え、続いて、え、中日対阪神、16日4対9で阪神、11日1対3で阪神、阪神の現状2連勝っていうところになりますけども、16日ね、阪神先発村上、5回96球、7で7、3、4、1九四失点と、全体的にね、思ったところには投げれてるように見えるから、特にね、そんな失点したけど心配なしっていうところで、ま、あここまでね、5先発6登板、3勝1敗、ま、あ十分でしょ。こうやって打たれる時もね、あるでしょうっていうね。で、中日福谷ね、5回18球、11アンで4、3、4、1九五失点と、ま、あ結果ほどね、そん そんなに悪くなったと思うけど、ま、あゴロを打たせてね、間抜けるっていうところがあったからね。ま、あそこら辺は、ま、あ打たして取るっていうところもあるからね。まあ、仕方ないかなっていうね。中で阪神はね、えー、初回、えー、ワンアウトあるね。中野ヒット、ノイジオを、ライト前。大山フォアボールになって、佐藤アウトになるけども、三重説がね、え、ライト前ヒットで先制っていうね。で、5回に、一挙ね、中野ノイジー、大山。そして佐藤輝ね、連続ヒットで、三重説アウトになるけども、坂本木奈美っていうね、タイムリーヒットでね。 ここで一気に4点取って5対0。まあ、これで村上でね、すんなり行くかなと思ったけどね、5回裏、ね、先頭村ズヒット。で、代打う回三振するけども、大城ライト前、岡林アウトになって2アウト1塁になるんだけども、細川がね、タイムリーヒット。ね、レフト石川がね、バックスクリーン。ね、ちょっと右にね、えー、スリーランと、一気に4点でね、5対4と、お、これどうなるのやと思ったところで、国境としてね、一番大きかったのはこのね、6回表。ピッチャー二谷から変わってね、地元、岐阜でね、行われましたけど、豊橋で行われましたけども、 あの、藤島がね、投げて、えー、中野フォアボール。これ痛かったね。で、ノイジーセンター前。で、大山フォアボール。で、満塁になって、佐藤アウトに取るけども、名説のね、サードゴロの間に、内野ゴロの間に1点取られて。まあ、この1点がね、結果的に大きかったかなっていうね。まあ、ここで、ね、中日もね、藤島福、そしてね、勝野とね、リリーフでなんとか抑え込もうとしてね、福、えー、もね、佐藤三振取って、まあ、ここでどうにかっていうところでね、まあ、内野ゴロね、ちょっと若干外んだからね。 満塁で。ま、打ち取ってはいいけどね。ちょっと中日側には不運だったかなっていうね。いやままあ、ここもね、どこもそうだけども、この誤解を持ってね、このね、一番何が問題かっていうとね、えー、ノーアウト1、2、塁から1点取られてね、この大、佐藤のね、えー、まあ、センターを抜けるね、左中間、ツーベースになるんだけども、これレフトアルモンテとセンター大島がちょっと交差してね、アルモンテそんな負荷を失かったら大島取れたんちゃうかっていうね、ところが、これちょっとね、 記録上はヒットだけどね、ちょっとプレイ自体、まぁ、あ、ちょ、はっきりちゃんと見えなかったけどね、ちょっともったいなかったかなっていうね。まあ、前回ね、アルモンテはね、レフトフライ、アンテリンで落としてるからね、まあ、必死さっていうのはわかるけど、この必死さがね。 ちょっとアダンになったかなっていうね。で、まぁ、あ、中日は、あの、阪神はね、村上の後、ね、えー、6回から及川で、加治屋、浜地、岩沢だとね、かなり完璧な、えリリーフでね、後続を切ったっていうところも、ね、勝ち切れた一番の要因かなっていうね。まあ村上もね、この4失点はしたけども、やっぱ勝ち投手になったところでね、先発の役割は十分果たしたし、まあこういう試合の中ね、勝ったっていうのは非常に大きかったかなっていうね。で、中日はね、5回裏ね、ビッグイニングあったけども、2回、6回、8回とね、ライナー出したけど、いかせずっていうね、2回も先頭、石川が出てね、えー 福永で村松フォアボールで、ツーアウト満塁になったけどもね、まあここでね、福谷になったっていうところのね、9番、こう不運かなと。だからワンアウト一塁から木下がね、三振するけども、ここで一本出てればっていうね、えところだったし、で、6回もね、5対4から1点取られて、6対4になった時に先頭ね、福永ヒット打ったけども、木下村松鵜飼とね、三者連続三振で先頭をね、出した、いかせず。 で、8回にもね、先頭ね、石川がフォアボール出るけども、その後ね、代打高橋、で、福永木っとね、連続で打ち取られて、先頭ね、出すけども行かせずっていうところでね、ちょっと連打がなかったから。 いうね、戦いでしたね。で、続いて、え、17日、1対3でね、阪神っていうところで、阪神先発にしね、4試合ぶりに勝利ね、最近失点も多かったけども、この試合はね、え7回100球、5安で4三振、1四球、1失点と、え、ツーシーム、スライダー、カット、両コースね、非常に精度も良くね、インコースのツーシーム系も詰まらしてね、アウトコースもね、泳がしたりね、三振取るっていうところ、あとね、低めのね、フォーク、チェンジアップ系っていうところも、低め、ビタビタに決まってね、めちゃくちゃ請求ね、良かったと思います。え、中2先発若かりね、6回99球、5安で4三振、4四球、3失点と、まあね 4回5回2アウトからの失点しかもね、フォアボール絡んでっていうところはあったけども、調子時代ね、全然悪かった,ったってことないと思う。悪くなかったと思う、調子時代はね。逆にね、良すぎてね、コース狙いすぎてフォアボールっていうところもね、出た、出ちゃったんじゃないのかなっていうね。まあ、ここら辺はね、もう枠イコールブエンっていうね、ところが出てるんじゃないのかなっていうね。まあ、この試合もね、0対0で迎えた4回表でね、2アウトから、阪神はね、ノイジーレフト前。で、大山佐藤島田とね、三者連続フォアボールで押し出しっていうね、 ここ痛かったね。まさかの押し出しっていうね。で、5回表、ね、2アウトから。えー、近もセンター前、中野レフト前。で、ノイジがね、センターへタイムリーヒットっていうね。この4回を超えて2アウトからっていうね、この阪神打線。ガッと。めちゃくちゃいいね。で、6回表、ね、先頭佐藤がライト前ヒット。で、ここでね、島田の時にね、佐藤、盗塁。で、島田がセカンドゴロで新塁打,打って、梅のフォアボールで木並の犠牲フライ。ガッと。ね。 だからまあ、阪神としてはね、フォアボールのチャンスを生かしたっていうところもあるし、この細かい野球がね、しっかりできてるっていうね、この6回ね、あの、佐藤が出て盗塁してね、結構ね、盗んでたからね、スタートも良かった。で、島田が新塁打打ってね、で、そっからね、木並が犠牲フライっていうね、あの、ヒット1本しか打ってないけどね、それで着実にこの1点取るっていうね、この3点目、めちゃくちゃ大きかったかなっていうね。 で、6回裏ね、えー、中日は細川のホームなんでね、1点返すも、まあね、その後、1点取れずっていうところでね、中日はね、まあ逆にね、チャンスでね、1本出ずっていうところで、初回ね、2アウトながらチャンスね、作るけども、1、3塁ね、細川が、1本体、えー。4回もね、細川、木下がね、えー、ヒットフォアボールでチャンス作るけども、2アウト1、塁で、龍クがね、ショートゴロ。だからそういったところで、そこのね、前でね、1点取ってればっていうね。で、このね、えー、8回にも、2アウトからね、岡林石川が連続ヒット出るけども、 ツーアウト一塁ね、細川がね、三振っていうね。まあ細川がね、ホームランを打ったけど、チャンスで一本出なかったっていうところで、ちょっと立浪監督も厳しい監督コメントが出てましたっていうね、ところもあるけどもね、チャンスで着実に点を取って戻にしたね、阪神。そしてチャンスでね、一、えー、本出なかったドラゴンズっていうね、まあ対照的な試合展開になったかなと。 ま特にね、タイガースは細かい野球もできてね。六回の一点が本当に大きかったと思います。続いて、DNA 大広島。十六日、五対七で広島。十七日7 4、ね、七対四で DNA で。ね一勝一敗、残るという形。今日のね、三連戦目、どうなるのかっていうところでね。十六日ね、えー、DNA 先発バウは2回アンダー。二回、六十九球、八安打、一三、一四、九、七、七、一。点と。球速はね、ちょっと出ていて、ても、球質が上がらなければ。高め投球はね、ただの棒玉になるっていうところでね。まあ、情報によるとね。まあ、回転数も上がってないみたいで。まあ、アッパースイングはね、主流でない。日本ではね。ちょっと とキレがないと、やっぱ低め意識しないと、やっぱこうね、なかなか打ち取るのはね、今のね、救出自体では難しくなってんじゃないのかなっていうね。まあもうちょっと低め意識して、れを打たせないと、もうそのままポン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 ね、えー、ホームランになっていくっていうところで、初回もね、野間がツーベース。で、秋山の時にね、えー、ワールドピッチ。で、ここでね、えー、秋山がライト前タイムリー、マクブルームレフトでタイムリーツーベース。で、西川がね、高めのストレート、ライフトスタンでツーランホームランっていうところでね、 一気に4点。2回思ってもね、先頭にラサーがね、センター2ベース。こで送りバント決めて、で、菊池をね、セカンドゴールフィルダーシチョイスで行ってあげて。 で、ドーバイショーアボール。で、秋山レフトへタイムリー。で、マックブルームね、レフトへタイムリーヒットっていうところで、7対でま、結果的にね、5点追い上げたけどね、この2回のまでのね、バウアーの7失点っていうところが非常に大きかったかなと。あと、カープ打線がね、2戦目で、このバウアーに対してね、慣れてるっていうところも、えー、あるしね。で、まあ、広島は先発、とこだね、7回、199、8安打五三5無四九三失点と。ま、あ大量援護もありね、楽な展開で投げれたけども、ただ立ち上がりね、 ちょっと投球自体高かったかなっていうところでね、2回ドーラで、えー、先頭、えー、関根がタイムリースリーベース。ディヤマトのね、勝負ところのがまあ、ここ7台であるからね、内野後ろに下がって1点取られて。 で、3回ドラブね、ワンナウトから外にね、ホームランっていうところで、若干ね、高めに浮いちゃったかなっていうところはあるけども、ね。ま、あここはね、しっかり7回まで投げれたっていうところは大きかったけども、まあ、DNA はね、もう全体的に、初回ね、攻守でミス、結果ね、2点差まで行ったのとかで、このね、初回っていうのが大きかったと。それ何かっていうと、1回表ね、ワンナウトからね、野間が2ベース打って、秋山のね、打席で、ワイルドピッチっていうのもあるけども、これワイルドピッチね、このブロッキングね、この脇の間抜けてるからね、締めなきゃ、脇を。 脇、分かちこ分かちこって締めなきゃいけないのに、脇開いてて、脇の下抜けていってるからね。で、それでワイルドピッチになって。で、でも、ほら、この後ね、あのー、山本ね、すぐ、すぐそこに落ちたからね、あの、取って、あの、投げたけどね、三塁スロー。完全にね、ノマのスライディング、タイミングアウトなのに、宮崎のね、タッチが甘くて、ね、セーフになって、結果そっから4失点だから、まあ、これもしね、サードね、 のまをアウトにしてたら4失点なかったかもしれない。で、あと1回裏ね、ワンダウト2流から宮崎のショートゴロね、ランナーから言うとこっち三遊間4人にボール飛んでんのに、なぜかセカンドランナー外がスタートを切って、 こう2 3塁間に挟まれてアウトでその後ね、マキがツーベース打ったから、まあ結果論になるけどもね、こう1点ね、初回取れてたかもわかんないところでも得点。で、2回表ね、このマキのね、先ほど見てフィルダーショツ、こう補給体制見ても、ちょっと1、二塁間寄りだから、そっから振りかぶってホームだから、で、タッチプレイでしょ。なかなか難しいと思うの。あそこをね、無理しないで、あの、ファーストね、アウトを取っとけば、 その後のね、2点っていうのはね、なかったかもしれない。結局ね、まあ結果論だから分かんないけども、6点はね、ミスなくやってたらね、取られる必要なかったかもしれないし、そこでバウアーがこう登っていけたかもしれない中、ちょっとね、この攻守のミスっていうところは、初回のね、えー、中で大きかったかなと。でね、DNA は7回ね、山本のホームラン。で、8回にね、山トのタイムリー。えー、そして矢野のファンブルでね、1点取って、7対5までね、行っただけにね、ちょっとこれもったいなかったかな。 ね。で、1日、えー、7対4で DNA 逆転勝ちってね、えー、いうところで、チャンスをね、カープは着実にものにね、して完全に勝ちパターンなのに、転生、そして逆転されても全くすぐ逆転。で、中押しもしてるのに、DNA の終盤大逆転。これは痛い展開。まあ、広島はね、えー、初回。 えー、ワンアウトから、ウヨボフォアボール。ね、秋山三振するけども、この間に盗塁してね、ツーアウト二塁からマックボールがねセンサ、先制のヒット、いい流れできて。でもね、DNA も一回裏ね、えー、関根がヒット。で、牧がね、センターへのツーランホームランで逆転。するけども、二回の表にね、坂倉とオバエスと連続ヒットで、ノーアウト二三塁のチャンスを作って、クリアアウトになるけども、菊池がね、センターへの逆転タイムリーヒットで、またね、三対二と逆転。そして、え五、ー、回の表にね、 えー、上本2ベース。で、秋山のね、バンドするもフィルダーショイスで、ノーアウト13でちゃんと作って、バックブルーブをね、打った瞬間いったかなと思ったけども、フェンス際ね、あの、間際で取られたけども、犠牲フライで、この中押し、4対2。 完全な勝ちゲーム。ね、えー、広島先発作りで、ね、7回3分の1、999、8アンダー、23、4, 4、19、1レッドボール、7失点と、8回に行かれるんだけども、これね、ピッチャー変えた方が良かったんちゃうかっていうのがあるけども、これ結果論になるからね。まあ、一つ言えんの、やっぱりカーブがね、あの、道林がいないっていうところで、ちょっとリリーフがね、ちょっと不安定になってきてるっていうところでね、変えにくかったっていうのもあるし、そこまで抑えきってるっていうのもあるけどもね、 ま、これはね、まあ、かまあ結果論だね。これを変えるっていうのはね。で、DNA はね、四、えー、4対2で迎えて七回裏ね、先頭ドデッドボール。で、桑原がね、レフトフライでアウトになるけども、ワンアウト一塁から戸柱がね、ツーベース。で、代打楠本のね、えー、ファーストゴールの間に一点あげるっていうところでね、4対3。まあ、でもこれでもね、まだっていうところで、ね、4回の裏、ドラマが始まって、先頭佐野がね、粘って粘って8球目ね、 フォアボール。これ痛かったね。で、えー、ダイソー、カミサド。で、セキレがバンドを決めて、ワンアウト、二塁から、宮崎のサードゴロ、デビッドソン、交出、バッダ大バーこれ、取ってたら、多分、カープ勝ってた。だから、クリのね、系統、問題とか、問題じゃないんよ。これ、デビッドソンの三塁なのよ。もう、デビッドソンね、4回目のエラーなんだよ。 これで。ちょっと守備方で、ね、も必要。これね、8回でしょ。9回もデビッドソン打席回ってこないんだよ。っていうことはね、俺はね、まあこれも結果論なるけどね、栗を変える前にね、このデビッドソンのね、守備方でもしなかったこと自体が問題だと思う、俺は。これ、取ってたら勝ってた。で、それをね、で、ワンアウト一三塁になって、ね、ここで、マキが、ライトスタンドへ逆転スリーランホームラン、マキ。グッと。内野からグッと。2> <ー>し,し2本とも、5打点だからね。 これで一気に逆転して。でも、系統の問題って言ったらね、俺はね、このね、マーキーが打たれて変えた方が良かった。で、ここでね、外、ね、初球の間ホームランになるんだけども、これね、考えてもらいたいのが、7回の時ね、外デッドボール当ててんだよ、インコース。 デッドボール当ててるから、初球外のスライダーから入って、もう外に狙い撃ちされてんのよ。デッドボール前の打席来たから、もう打ちは来ないやろうっていうね。あれをね、もう一回打ち行く勇気がいるし、まあ俺はここはね、ピッチャー交代してもよかったんちゃうのかなっていうね。外の一発ね。これでもうジェントっていうね、えー、形になってる、さすがっていうね。DNA はね、連敗、6でストップっていうところでね。まあカープとしてはこれ2連勝できただけにね、大きかったかなっていうね。あと細かいようだけども、この8回表ね、 え先頭ね、ねあのー、広島ね、えー、西川がライト前ヒットで出て、ノーアウト 1, 1塁からで、2エンド2、まあ、ひょっとしたら、ラインエンドヒット入ってたから、スタート意識したのかもしれないけど、そんなにそんなに早くなかった伊勢の牽制で、西川が牽制アウト、ばん分かんないよ、こういうので流れ変わるからね、あとここで1点取れてたかもしれないからね、そしたらまた全然違う展開になっただけに、何気にこの西川の牽制アウトもね、俺は非常に痛かったと思います。 共同なるのか、結果一勝一敗の五分です。続いてパリーグ、日本は無体西武、十六日二対四で、ええ、西武。そして十一時三対零で日本、現在一勝一敗の五分という形になりましたけども。十六日ね、二対四で西武っていうところで、まあ、西武ね、最後は勝ち切ったけども。十二ンダね、一回三回五回六回九回十回と、得点圏にランナー出すも一本出ずね。まあ、最後は勝ったから良かったけどね、チャンス自体は圧倒的にね。西武の方が多かったっていうところで、西武はね、えー、初回。 ツーアウトから、ト崎サキ、中村がフォアボール出て、ツーアウト一塁、マキノンね、えー、ショートフライ。で、三回もね、長谷川がヒット。で、ここで盗塁成功。ト崎サキフォアボール。ツーアウト一三塁から、ね、ト崎サキまだ盗塁して二三塁になるけども、中村がね、えー、三振。で、五回、先頭後がフォアボール。で、えー、ここで、えー、滝沢のね、サードライナー、えー、ここが飛び出してダブルプレーバーッと。<laughs> サードラ、そんな飛び出すかっていうねで。でもその後ね、長谷川デッドボール。で、平沼ね、内安度でチャンス作って、 トノサキでデッドボールで、ツーアウト満塁、中村がまだショートゴロ。で、6回、マキノンホームラン打ってね、1点取るけども、その後ツーアウトから、小川がね、ツーベース。で、ツーアウト2塁からね、滝沢、三振。で、9回、ここもね、ツーアウトから、長谷川がホームラン打ってね、同点になって逆転のチャンスやっていうところで平沼ライト前。で、トノサキの時に平沼盗塁成功。で、フォアボール。ツーアウト1塁から、おかわりくんね、センターフライ。今日おかわりくんがね、この試合ブレーキになったかなと。でね、10回、先頭マキノンね、レフト前ヒット。で、アウトアウトになるけども、鈴木翔平 ね、でワンアウト一・塁でここが三振で児玉が、ね、三振っていうね一本で打つっていうねで結果ねまあ、あの6回のマキロンのホームランで9回ツオーアートからはずがグッと育成からね早がってきてプロ初ホームラングッとナイスホームランここもう完全にね日本ハ勝ったからとで日本はねまあ全体的に5安打とチャンスがねなかなかないなかなかチャンスがない中で6回裏ね エゴシが3試合連続のホームラン。ね。しかもこれね、マキロンにホームランを打たれてからすぐ取り返したっていうところで状況もね、大きかった。でね、えー、8回裏、先頭ね、ハンソンフォアボール。エゴシが送りバンドを決めて、代打真ん中、ファーストフライでアウトになるけども、ここでツーアウトにダイナミズロがね、ライト前タイムリーでね、勝ち越しでこのまま勝ち切るかっていうね。でもここね、ちょっとね、まあ、あのー、エスコンフィールドね、芝とかいろんなボ状態でね、まだ選手慣れてないっていうのはあるけども、若干イレギュラーしたかなでもこの先ね、バウンダーワーズっていうところで体のボディサープがね、 欲しかったかなっていうところはあるけどもね、ここで1点取ったけどもね、まあ問題はね、最後ミスで終わるっていうね、えー、12回の表、先頭、中野がレフト前ヒット、うねんてぃのところでね、ねバント、ね、杉浦がセカンドへ、キャ悪送球で、カバーに入ったエゴシが、まさかのんでるでファーストランナー、代カ金子がホームイン、でその後ノーアウトにいるから、アイドルがタイムリーツーベース、2点チエ、チェンと、バッと、冒頭で飛んでる ま、体で止めに行ってた姿勢は良かったよ。顎上がってる。バタの下抜けて。ね。もったいない。ま、セーブはね、こんだけチャンス作った中でまあ勝てたっていうのは大きかったかなっていうね。え、ついて、えー、11日ね、3対0でね、えー、日本ハムっていうところでもうね、シャットアウトっていうね、4安打に抑えてね、ピッチャー大は9回129、4安打938、29無失点とね、完封勝利。いピッチ。ね。まあ、結構ね、高めに浮いた変化球もね、 あったと思うんだけども、まあ、緩急はね、しっかりついてたかなと。あとはね、左足にしっかり体重も乗ってね、腕もめちゃくちゃ振れてたんで、こうテレビで見てるよりはね、結構バッターに対してのストレートのキレ、あって変化球のキレっていうところはあったのかなっていうようなね、えー、感じに見えました。 西武先発、エンスね4回3分の1、79球、6安打3三振、2四球3失点と、まあ、5回のみだからね3点取られて、まあ、これはちょっとね、攻められないかなちょっと援護なしっていうところがね痛かったかなっていうところでね、エンスは1勝6敗なんだけどね、今日の試合は本当あの5回だけだったからね、まあ、5回の裏ね、日本ハム、万波センター前で、屋チが送りバントを決めてね、エゴショファーボールで、ワンアウト一・二塁からね、清水がレフト前タイムリーヒット、でアルカンタラ、で松本のね 全独タイムリーヒットでね、3点取られて、もうあとはね、日本ハムね、噂がスイスイスイっといったっていうところでね、まあちうんと、セーブはね、ヒット4本しか打ってないんでね、まあ初回ね、2アウトからトロサイが2ベース打って、おかわりくんね、三振っていうところで、若干このおかわりくんのね、状態が気になるね。まあ今年はヒット1本打ってるけどね、前日からやっぱ後期で1本出なかったかなっていうところはあるけども、まあこれは仕方ないかなっていうね、まあ結果ね、今一生一敗残る。今日はデーゲームですけども、どうなってるんでしょうか。 ついで、えー、楽天対ソフトバンク。16日3対0で楽天。そして1 1日1対10でソフトバンク。っていうところで現状ね、1勝1敗残るっていう形になりましたけども、ね。えー、楽天先発早川ね、えー、16日。7回124球、7で5三死に死球無失点と。まあ、前回ね、対オリックス戦負けはしたけども、めちゃくちゃ良かったんだよね。ホームのバランスも良かったし。今回のね、今日の試合も非常にね、グッピッチね。 下半身はしっかりね、踏み込んで、土台もしっかりして、あと腕がね、巻きつくように、無知のようにね、しなるピッチングっていうところでね、まあ、ピンチは作るけども、粘りの投球で、防御率1.41、この日試合でね、えー、今、原ダービーね、防御率トップっていう形でね、非常に、グッピッチン。 ソードバンク大関ね、8回112球、4アンダー、5三振、4球、3失点と、まあ無援護、えー、3本のホームランに沈むっていうところでね、関東敗戦にね、えー、なりましたけども、楽天はね、4アンダーしか打ってないからね。4アンダーしか打ってない。だから大関も4アンダーしか打たれてないんだけども、その中らね、3本ホームラン、4回裏ね、山崎剛ね、レフトへホームラン。これレフト反対方向だから良かったね。で、7回にね、えー、浅村、ね、フランコが、えー、連続でホームランっていうところでね、森岡。 ね、これ、こけら落としゲーム、楽天勝ったっていうところはね、非常に良かったですね。でもこれ3本だからね。で、ソフトバンクはね、まあ、C って言ったら、もう1回2回、ね、ここで点取れなかったのが全てだかなっていうところでね、えー、初回、先頭中村からレフト前、で、シュート、今度アウトになるけども、柳田がフォアボール。で、ーアウト一塁でね、アスディーね、えー、ファーストフライ。で、2回、栗原、今宮が連続ヒットでノーアウト一塁。三森がね、送りバンドを決めて、 回ね、ショートライナー、中村明三振っていうね、ここで点取れてればね、かなり状況変わったからと。で、最後のチャンスはね、えー、8回、ワンアウトからね、柳田フォアボール。で、柳橋ね、レフトへツーベース。で、ワンアウト2、3塁からね、ピッチャー鈴木空に変わってね、 えー、クリアラ三振。で、今宮の時に酒井が変わってフォアボール。で、ツーアウト満塁からね、えー、ガルベスがね、ショートゴロアウトっていうところでね、まあ、このね、楽天の小刻みリリーフっていうところも良かったしね、えー、早川からね、えー、内、鈴木、そして酒井、松井とね、えー、ここのリリーフ、完璧、ピッチング、ピッチング、しっかり抑えきったかなって言って あともうね、アスディーヨガルビス、ソフトバンクはもうガン、外国人選手が残念すぎるっていうね。もう1割台だからね。で、まあこの試合もね、あの、チャンスはなかったわけじゃないけども、そこで打ち切れなかったっていうね。まあどうなんでしょうね。もう大金はたいてんのにねっていうところはありますけどね。まあここはでもね、早川のピッチングが非常に良かったと思います。で、続いてね、山形の試合ね、えー、楽天対ソフトバンク。1対10でね、ソフトバンクの勝利っていうところで、楽天先発、勝二ね、6回3分の2、107球、5アンド5三振二2球、三失点と、まあ立ち上がりね、 ストライクゾーンのね、ちょっと高めに集まっちゃって、そこを通打されるけども、3回以降はね、特に低めに決まり出して、特に変化球がね、低めに決まり出して、尻上がりに良くなかったんでね、ちょっと前半のね、あの、失点がもったいなかったかなと。ソートバンク先発はだね、6回89、3で4三振、3、一1、球1失点と、も、ま、う、あ、こちらはね、安定的なピッチング。ね、ストレートを走ってるし、腕もしっかり振れてるしね、え、制球低め、えー、素晴らしいピッチングだったと思います。ね。まあ、この試合はね、もうね、2回の攻防がね、 すべてかなっていうところがある中でね。まあ、ソードバンク2回登ってね、先頭クリアレフトマンヒット。で、柳町フォアボール。で、ノワーアウト1塁からね、えー、野村送りバンド。で、ワンアウト2、3塁になってね、河瀬がタイムリーヒットで1点先制。で、ワンアウト1、3塁から、なんとね、3球目。ワンボール、ワンストライクからね、スクイズシュンみたいな。で、楽天、ピッチダウンとウエスト、ダイビングバット投げ出して、ファールはい、グッチ。よく当てたね、あれ。 当てなかったら1点取れてないからね。しかもその後タイムリーヒット。回に。スパイラル素晴らしい。これはね。必死のね。だからまあ、楽天としては、ね、当てた回もすごいんだけど、やっぱりピッチダウンとアウトしたら、 当てられないところに投げなきゃいけなかったから、ね、もうちょっと高めかね。っていうところはちょっと反省点だねあ。当てた回がすごいんだけどね。では、せっかくピッチダウンしたのに、当てられたらね、どうしようもないんでね。で、これ2点取り切ってね。今度楽天の攻撃ね。先頭フランコセンター前。で、王がね、仙台タ,タイムリースリーベース打って、ノアサンリーアウト3塁。で、正髄アウトになって、大田の打席ね。ワンボールワンストライクから。同じ状況。ソフトバンクバッテリー。ピッチダウントウエスト。何もしない。で、ツーボールワンストライクから。スクイーズそこをもう、 和田と海の熟練バッテリーが、バンドの構えしたから外してね、え、大田空振り。で、三塁ランナー、ここアウト。この違いだね。まあでも、だから高、やっぱ高め投げたか低め投げたかの結局違いだったね。これはもう和田がすごかったね。でもあの、ね、大田のバンドの構えが早いんちゃうかっていう、言う人いるけど、あれそんなに早くなかったと思うよ。あれより遅くなると構え遅れしちゃうよ。あれはもうね、和田がすごかった。まああとはね、あの、大田対海のバンドファール対決がね、 まあ、大高負けちゃったっていうところでね。まあ、2対1。で、七、えー、7回表に、カーセ瀬のレフトへツーベース。で、海外送りバンドを決めて、ワンナウト三塁から中村のね、えー、ファーストゴロ、ね、フィルター勝率っていうところで、これで何がすごかったかってね、三塁ランナーのね、カーセあの、ギャンブルスタートじゃなかった。ゴロゴ。ワン、ゴロなってからゴーだけど、ゴロゴーなんだけど、めちゃくちゃスタート早かった。河瀬。くソルあれは良かったね。あのスタートはね、本当にめちゃくちゃ早かった。ゴロゴーなのに。かなりの高い技術。 あれがあってのフィルダーショイスになったからね、ホープへ。非常にね、この走塁っていうのは2対1からの1点目を取るっていうのは大きかったかなと。で、6回ね、バニュエルス、ね、あの、投げましたけども、あの、首振りまくって6失点で終わるっていうところでね、まだ初めてなんでね、次の登板どうなるのか見守って。 えー、いきたいと思います。非常にね、あの、この試合、まあ、最後大味なね、10対1になりましたけども、2回の攻防とかね、この7回の為替のところで、あとは、あの、庄司のね、尻上がりに良くなったピッチングとか、ね、技ね、点音は取られたけども、低迷のね、えー、丁寧なピッチングっていうね、非常に見事になる、えー、試合だったと思います。楽天ソードバンクはね、今日試合ないんで、このね、一生一杯のゴブっていう形でね、終わりました。 続いて、えー、ロッテ対オリックス。16日としては1対1で引き分け。17日、えー、7対3でロッテというところで、今、1勝1分けっていうね、首位攻防戦。十、え、七、ー、17日終わってはロッテがね、ゲーム差は、えー、同じだけども、勝率のね、関係で1位になってますけども。16日ね、1対1を引き分け。オリックスはね、まあ3アンダーでね、チーム3アンダーで1点っていうね、まあ打てないからこそね、細かいことが大事だったなっていうね、感想の試合です。 で、ロッテはね、勝てたとしたら初回が全てだったかなと。ね。あの、初回点取れなかったことがね、結局引き分けになったからと。ね。えー、ロッテは初回ね、友継いライト前。で、藤原が悩んだ、で、ノーアウト一塁から中村が送りバンドを決めて、ね、ワンアウトに三塁。井上の打球がね、ピッチャーゴロバット折りながら。しかもね、バット折れて、ね、あの、宮城に当たったのに、 宮城ギもね、それも当たったけども、その影響もなくね、ランナーをね、3本間に挟んでアウトっていうね、まあ、怪我なくてよかったかな、というね。で、その後、チャタニがね、見逃し三振っていうところで、まあ、ここでね、勝てたとしたらロッテがね、ここで1点取りたかったっていうところはあるけどもね。で、オリックスはね、3回、紅林のね、ホームラン。で、ロッテはね、4回裏、ワンアウト1、3B からね。 岡野、他のダブルプレー崩れの間でね、1点取って、まあこれがね、お互いの得点になったわけだけども、ね、オリックス先発宮城ね、7回101球、5アン三四,四,四九一四1一1点と、非常にね、完璧なピッチング。で、ロッテ、種市も9回1 0九球、3アンド9三四93戦、29、点とね、まあ宮城、種市、グッピッチン非常にね、ナイスピッチングだったと思いますね。で、まあ、この試合がね、問題点とするならば、両チームあるんだけども、ね、オリックスは打てないからこそ細かい野球が大事や、って言ったところでね、 この8回表、えー、ゴールドラス2ベース。ここで1点取ってね、勝ち切るぞっていうサイコロ流れ。で、次ね、紅林がライトフライでアウトなんだけども、ここね、あの、紅林も右打ちしようっていう気持ちは出てた。気持ちは出てたけども、あの、結果が新塁打になってないことがダメっていうね。だからまあ、初級だったからね。 ライトへのヒットという形でね、反対方向は狙ってるけども、ね、ライトぐらいって言ってもちょっとライダー気味だったからね。まあ惜しいんだけどね、結局この、あの、ランナー三塁進めなかったことによって、若ちゃ茶のがアウトになって、ね、得点できず。で、10回表、えー、先頭トングがフォアボール。で、胸、バンドするもね、ファールでバンドできず。で、結果打ちに行って643ダブルプレイっていうね、こういうちょっと細かいところがね、得点チャンスを見逃したなっていうね。で、えー、ロッテはね、10回裏。 ツーアウト二塁。ツーアウト二塁で二塁ランナーす杉。バッターが、そう、中村。ワンボールワンストライクから。まあ、ピックオフプレイでね、若月からショートへっていうね、セカンドへ出過ぎたす杉がアウトになるんだけども、ここね、よく見たらわかるんだけども、若月がアウトコース結構ボール球に構えてんのよ。ワンボールワンストライクで。それ見たときに、え、なんでこんなとこであんなボール球構えてんのって、違和感持たなきゃひょっとしたらなんかあるかもっていうね。 で、結局きっちりボール球投げられて、空振りして飛び出したかが、まあまだ100歩いってわかるけども、アウトコースのボール球構えて、アウトコースのボール球投げて、セカンドにピックオッププレイでアウトになる、バーッこれはちょっとね、あの、もうちょっと頭使ったお勉強が必要かなっていうね、そこで違和感を感じる、キーキキタッチ能力がね、必要だった。逆に若槻はね、本当に相手のミスをね、とか、相手のね、 あのそのそリードの大きさっていうのを見逃すのです、ねえー、このプレーっていうのはね引き分けになったら非常に大きいプレーだったと思いますトム・スギは若干ね、ねこの危機管理能力っていうのを発揮してもらいたかったそで17日7対3でロッテっていうところでね、えー、ロッテ先発、大島8回114球6安打4三振1 9 2失点と、まあ、対角線のねクロスのボールっていうのはいつもそうなんだけどもこの日はね逆対角線左バッターへのインコース、ストレートあと右バッターへのアウトコースのチェンジアップ抜群。 胸なんかのインコースをね、まっすぐ詰まわせるとかめちゃくちゃ良かったね。ね。で、えー、オリックス先発立場ね、4回3分の2829、7安打134、245失点と、立ち上がりはね、良かったんだけども、当地図上制球を乱して、まあ、対角線のストレートをね、まあ、取ってくれなかったっていうのはあるんだけど、これ、おじまもそんな取ってくれてないからね。でも左バッターのね、 あの、外は取ってくれたりもしたんだけども、そこね、取ってくれなくて、で、ちょっとね、ストライク先行できなくて、ボール先行になって、ストライク取りに行ったところを通打されるっていうところで、まあ、あと、ストライク取れるボールが少なかったね。左バッターにはもう困ったらスライダー。で、右バッターには困ったらアウトコースっていうところで、ちょっとここら辺のバリエーションが少なくなったところっていうのがね、ロッテ出せ狙いやすかったかなと。あと、この日はね、ロッテね、あの、チャタニーが4番っていうところで、まあ、いい働き、え、したなっていう中でね、 4回いね、取っては、先頭藤岡が内んだもうこれね、結局俺はこれが全てだと思う。バットを先引っ張ったって、ふわふわーっていうピッチャーライナーだったのよ。ピッチャーたちも避けたからね。何避けてんだよって。あれ取れたよ、完全に。そんな、ふわふわーっていうピッチャーライナーだったら。あれ取ってたら、この回失点してないからね。で、結局避けて、抜けちゃって、間転がって悩んだになって。で、中村のセンター前ヒット。で、これで藤岡がね、 サンドリ来るんだけども。これもね、スリーボールワンストライクともうね、ストライク取れなくなって、もう困ったまめになったら泣けたのを、ツー出されて。 で、ノーアウト一三塁からチャッティね、センター前。ここはもう追い込まれてからね、コンパクトコンバート、アウトコースもコンパクト、インコースも引っ張り込まれてね、もうどこも投げるとこなくなったっていうところで、フォークボール高め抜いたところをね、コンパクトにセンター前っていうところで先制。で、ここでもね、ファーストランナー中村が三塁に進塁して、で、ワンアウト一三塁からね、で、安田に初球ね、センター前タイムリーヒットっていうところを打たれてね、2点。で、五、えー、5回の裏にもね、先頭平沢ホワール。これ痛かったね、フォアボール。 で、えー、藤条化をリりバンド。で、中村がね、サードゴールでアウトになるけども、チャータガニね、レフでツーベース。これ不運だったね。普通にサードゴールだったけど、ベースに当たっちゃったからね。で、その後安田にね、これももストライク、スリーボール、ツーストライクになって、取る球なくなってね、え、スライダー甘めに投げて、それをね、打たれてっていうところでね。で、ここでウルシャールにピッチャー変わって、岡がね、初球、変わりっぱな初球をセンター前で、この、あの、3点目。これ非常に大きかったね。 で、5対0になって。ま、あこれでちょっと自演ドかなっていう感じだったけどね。お島の状態が良すぎたんでね。でもおじはね、7回表、ね、トングレフトでツーベース。で、ゴンダレスホームランっていうね。ちょっと、サワン、ロッテサワン、エースクラス、一発秒ありますっていうことになるせから継承しちゃダメだよ。前回もマキノにホームランをたれてるけどね。で、まあ、ここでね、5対二ま、あまだワンチャンどうなるかわかんないなっていうところでね、8回裏、ね、和田、セーフティーバン。これずっとセーフティーやってんだよ。この試合。和田は。 試みてんの。やろうとして構えたりね。で、この、この回からね、サードが胸からゴンザレスに変わってね、ちょっとゴンザレスのちょっとこう認識が甘かったね。で、セーフティ成功になって、で、平沢送りバンド。で、藤岡がね、ライトでヒット。で、中村がまたね、えー、宇宙海抜けるスリーベースで2点。これで1エンド。か、これ大きかったね。ロッテはね。で、9回裏ね、栗林の、えー、タイムリーツーベースでね、1点。 っていうところをね、取って今日の試合どう繋がるかっていうところだったけども、まあ、茶谷安田岡中村っていうところね、まあ、ロッテはね、得点圏打率が低いんだけど、チャンスをことごとくものにしたっていうところでね、打線の繋がりが、えー、できたかなっていうね。で、オリックスはね、森がね、一、え、軍、ー、に復帰してきたんで、まあ、ここら辺でね、打線の流れっていうのがどう変わるかなっていうところの試合展開。まあ、小島田島のね、両先発のね、明暗っていうところが一番分かれた試合展開になったかなと。で、田島はなんとね、野外球場11戦目でね、久しぶりの黒星っていうね、2020 年かからら負けけてなかったらしいんですけどねまあ、ちょっとね、審判との相性っていうのもあったかもわかんないけどね、最後はちょっと請求がね、ばらついちゃったかなっていうところで、1勝1敗の五分っていう形になりました。ということでね、今回は火曜、水曜の総チェックをお送りして、明日ね、えー、木曜日だけの総チェックをお送りしますので、このね、2本出しますから、ぜひ皆さんね、見てください。ということで、今日の試合はどんな試合になるのか、プレイボール。